鉄道人身事故ニュース速報です。2022年7月6日20時6分ごろ、函館本線のハッサム駅からハッサム中央駅で人身事故が発生した模様です。函館本線での人身事故は今年6件目です。現在、被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter もやっています。フォローお願いいたします。